よし、声出しはここまでにしておこう。ああ、今日も集まってくれているんだな。今日はいつも以上にいい歌を聴かせられると思う。期待していてくれ。あ、どうや、お店の方に寄らないで直接こっちに来てたんだね。ああ、連絡していなくてすまない。急に歌いたくなってしまった。青柳くん、やる気満々だね。トウヤが元気になってよかったね。うん、それにすごく良くなったよね、トウヤの歌。そうか。前はトウヤの歌は支えてくれてるって感じだったけど、今のトウヤは支えてくれてるだけじゃなくて背中を押してくれてるって感じがする。うん、青柳くんと歌うとやるぞーって気持ちになれるよね。そうか、そう思ってもらえるなら何よりだ。だが背中を押してもらったのは俺の方だ。みんなありがとう。どういたしまして。でも一番背中を押したのはやっぱり。悪い、待たせたな。声出しはもうしてきたからすぐ。だ、なんだお前ら、全員してこっち見て。別に、アキトってタイミングいいなーって思っただけ。そうだね、さすがは相棒。あ？アキト、来て早々すまないが、一曲歌わないか？今朝からずっと、お前と歌いたかったんだ。そうか。そんじゃ一発、いつもの行くか。あ、みんなも、ぜひ聴いてくれ。まあこんなもんが。どうだ、俺たちの歌は。特にトウヤはいつも以上に良かっただろう。うん、あんたちの言う通り、背中を押してくれる歌声だったね。もうどうした、トウヤ、急に考え込んで。いや、なんでもない。アキトには言葉よりも歌で返していくべきだな。改めてよろしく頼む、
アキト。なんだか知らねえけど、ま、お前がいいならいいか。そんじゃ練習するぞ。ああ、やろう。今日はいくらでも歌えそうだ。そっちも、用意はいいか？みんなも聞いてくれてありがとう。俺たちの夢のために進化し続けるつもりだ。また聞いてくれると嬉しい。だね、待ってるよ。みんな、次も聞きに来てね。